モンゴル時代の河北東下領。大明炉は中央下部に位置する。大明炉は中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及びウォモットウルスの時代に現在の河北省寒端市大明県一帯に設置された。第二代皇帝、オホデーの所長グユクを思祖とするグユク王家の東下領であった。東大の義州を前身とする。近代には 安ケ軍と解消されていたが、モンゴルの治世に入って救命に基づいて、大名路総管府とされた。1236年、オゴデイは、下北のモロジを、小王、君臣に分配したが、この時大名路は、オゴデイの所長氏グユクの投下領とされた。グユクはオゴデイが、チンギスカンから与えられた4000の遊牧民を継承しており、 その17倍に当たる人口の大名炉を与えられた。大名炉には11県、3州が設置されていた。また、この内清豊家県は、オゴデイウルスの王風を務めた、デゲーノヤンの一族の投下領であったことが、現史九95色化資産に記載されている。これは、大名炉が、もともとは、オゴデイの取り分であったものが具役に継承されたという。 経緯によるものだと考えられている。松田2010、54、56ページ、原始巻95シリング44食下資産、鉄使官人、五の平糸、日の江猿都市、文鉢大名声豊か県1713個、園遊6年、実通1307個、経緯と507金松田2010、61ページ。ありがとうございます。